このビデオでは大変大きな音が流れます。妊娠中の方、心臓の弱い方など不安を感じられる方はご遠慮ください。通信、放送、災害監視、天文観測、惑星探査など様々な用途に使われています。こうした人工衛星や探査機の打ち上げに欠かせないのがロケットなのです。世界のロケットの中でもトップクラスの打ち上げ成功率を誇り、多様な人工衛星や探査機の打ち上げを行う液体水素と液体酸素を燃料とする大型液体ロケット H2A ロケット、複数のエンジンを束ねるクラスター化を採用し、国際宇宙ステーション ISS への物資輸送などを行う大型液体ロケット H2B ロケット、日本が誇る固体燃料を使用した固体ロケット技術の集大成であり、信頼性と性能の一層の向上を図るとともに、世界最高水準の使いやすさを目指す新時代の固体燃料ロケット、イプシロンロケット。これから皆様に体験いただくのは、これら3つのロケットを打ち上げた時の実際の音響です。H2A、H2B ロケットは種子島宇宙センターから、イプシロンロケットは内之浦宇宙空間観測所からそれぞれ打ち上げられます。体験していただく音は、打ち上げ地点からおよそ 3km 離れた場所で聞こえるロケット打ち上げ時の大音響です。この距離はロケット打ち上げを実際に見学できる最も近い距離と同じです。ロケット打ち上げ時は安全のために、発射台から指定された範囲内は立ち入り禁止区域となりますので、それより近いところで見ることができないのです。ところで、ロケットの中にある人工衛星や探査機が聞いている音はどれくらいの大きさなのか知っていますか？体験する前に少し音の勉強をしておきましょう。旅客機のエンジン音を近くで聞いたくらいでしょうか？いえいえ、これでおよそ120デシベルです。人間が感じることができる小さい音の限界を0デシベル、静かな乗用車で60デシベル、旅客機のエンジン1個分が120デシベル、人間が感じることができる大きい音の限界が130デシベルと言われています。ではロケットの中にある人工衛星や探査機はどれくらいの音を聞いているのでしょうか？実は旅客機のエンジン100個分の音にさらされています。旅客機50機分、実に140デシベル。これは人間が感じることができる大きい音の限界を超えているのです。それではロケット打ち上げの大音響を体験してみましょう。準備はよろしいでしょうか？
実際に人工衛星や探査機が聞いている音は140デシベル。 3km 離れてもこれだけ大きい音に聞こえるので、ロケットの中がいかに大きな音にさらされているのか想像できますよね。またご覧になる映像と音声がずれていて、あれおかしいなと感じるかもしれませんが、実際に 3km 離れた地点では音は秒速およそ 340m、 つまり10秒ほど遅れて聞こえてきます。全システム準備完了。 All systems are ready. 9 8 7 6 5 4。 メインエンジンスタート。メインエンジンイグニション。振動に耐えられるかどうか、またしっかりと宇宙で動くかどうかを事前に地上の試験で確認することがとても重要になります。宇宙開発は可能性へのチャレンジです。宇宙へ行った人工衛星や探査機は万が一故障してしまうと簡単には修理することができません。だからこそ確実な開発を進め、事前にあらゆる可能性を想定した日々の地道な試験や研究を続けることが必要なのです。JAXA は2014年から H2A ロケット、H2B ロケットに続く次世代ロケット、H3 ロケットの開発に着手しました。H3 ロケットはこれまで培ってきた日本が得意とする技術を集大成し、信頼性と価格の両面で世界トップクラスであるとともに、世界中の人たちが使いたくなるロケットとなることを目指しています。これからも私たち JAXA は明るい未来のためにあらゆる可能性にチャレンジしていきます。それでは最後にH2A ロケットによる夜の打ち上げシーンと大音響でお別れです。